新しい春が来ました。私たちもいよいよ2年生だし、もっともっと頑張らないと。へえ、水島くんレクリエーション係になったんだ。親睦会楽しそうだけど、みんなをまとめる役割大変だよね。ほら、横川部長も頭を悩ませてる。次回ラブオールプレイ第15話、先輩。実は今、バド部でも大変なことが起きてるの。